スケルツォ第2番変ロ単調オーパス31スケルツォ第2番変ロ単調作品31はフレデリック・ショパンが1837年に作曲、同年出版されたピアノ独奏曲。作者のスケルツォ作品としては最も有名で明るく華麗でロマン的な転調と印象的なコーダなどで人気を集めている。検定先はアデーレ・フュールステンシュタイン伯爵夫人。 変路単調、ロンド形式に近いソナタ形式、4分の3拍子。冒頭からナポリの6度を使った変路単調の特徴的な動機が提示される。曲最後まで支配する重要な助走である。高音の F 音から加工する平行調の蝶々風の優雅な主題が現れる。右手が優美な旋律を奏で、左手は音域の広い伴奏である。中間部は、 遠隔調の異町調、コラール風の静かな主題と鼓動音程の多い装飾音が基本になっている。A 波単調の三連符を含んだ音景と補長調,調の上昇する部分が巧みに転調され、上高加工を挟んで再度変形し、重厚さを加えながら繰り返されて盛り上がりを見せた後、主題部に戻る。コーダは主題の後半が変化し、 転調を繰り返しながら盛り上がり、最初の動機が変形して提示されながら左右のユニゾンの強打で終わり、最後に印象的な右手の高い F の装飾音符が加わる。前作のような不協和音は少なく、シューマンはバイロンの死に例えられるロマン性を称賛している。変度単調で開始するが、曲の大部分は変異蝶調,調の入和なものになっており、変異蝶調,調で終止する。 ありがとうございます。